Thank you.
よし。今日はですね、とある、廃集落らしき場所にやってきました。でここには熊野神社っていう神社があるんですけども、これも、かなり茂みの中に茂みをかいくくって入ったような感じなんですけど、若干あの行けるように 草とかがね刈られてるんですけども、ちょっとめちゃくちゃ古い神社でございます。
場所にいいですね。家というか納屋。もうだいぶ使われてないでしょうね。胃がありますね。白ああここにお城が昔あって、そのお殿様の碑かな、お墓かな、ちょっと道がありますね。廃屋が。住んでないでしょうね。
そこにも大きな家があるんですけど、人住んでないですね、これは。で、目の前にもあの農機具小屋というか、まあ、薪とか置いてるようなね、建物があります。もう草だらけですね。この下にも家があります。おそらく先ほどの家から続いてたんでしょうね。これぐるっとね、一周してきたような感じです。これも墓あるんですけども、相当古い墓です。明治時代ぐらいの墓です。
というわけで今日はこんな感じですね。まあ普通っちゃ普通なんですけども、まあ日本各地でこういうね、配送がね増えてきているということなんです。まあ一部はね、まあ移住とかでね、昔の家をまたクリエイティブして使えるように、しているようなエリアもあるんですけども、こういう結構山の上はやはり厳しいものがありますね。はい。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。